マイケル・ホセイ・ノア・ベンチュラは、ドミニカ共和国、プエルト・プラタ州プエルト・プラタ出身のプロ野球選手。ウトウ・オミギウチ。MLB ・オークランド・アスレチックス参加所属。7歳年下の弟に同じく、メジャーリーガーのアスカル・イノアがいる。2008年に16歳ながら425万ドルという、アスレチックス史上最高額で契約した。 その才能は高く評価されており、2008年には、ラテン系の最高の有望株だとされ、2002年のフェリックス・ヘルナンデス以来の素材だとも言われた。2010年に、ルーキー級アリゾナリーグアスレチックスで、プロデビュー。3試合に先発登板して0勝1敗、防御率5.0011奪三振の成績を、残した。オフに、トミー・ジョン手術を受けた。2011年は、 前年の手術の影響でシーズンを全休した。2012年6月にルーキー級アリゾナリーグで復帰し、8月に A-9 バーモントレイクモンスターズへ昇格。A-9 バーモントでは8試合に登板して1勝3敗、防御率6.9719奪三振の成績を残した。11月20日にアスレチックスとメジャー契約を結び、40人枠入りを果たした。 2013年は A 級ベロイトスナッパーズで開幕を迎え、15試合に先発登板して2勝1敗、防御率2.1448奪三振の成績を残した。6月26日にはフューチャーズゲームに選出され、当日の試合では1点リードの4回裏から登板したが、マット・デビットソンの本塁打を含むに失点を喫し,し、敗戦投手となった。七月に、 A 級ストックトンポーツへ昇格。7試合に登板して1勝2敗、防御率7.7120奪三振の成績を残した。2014年3月10日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。この年からリリーフに転向。A 級ストックトンで31試合に登板して4勝2敗、防御率5.5264奪三振の成績を残した。 2014年12月9日にマーカス・セミエン、クリス・バシット、ジョシ・フェグリー、ランヘル・ラベロとのトレードで、ジェフ・サマージャと共に、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。2015年、マイナーでは28試合に投げたが、メジャーで登板する機会はなかった。2016年6月14日に、メジャー初昇格を果たし、同日のデトロイト・タイガース戦で、メジャーデビュー。 この年は23試合にリリーフ登板し、防御率3.001勝ホイップ1.23という成績を記録。また、30.0イニングで30奪三振を記録して、三振脱出能力の片鱗を見せた。2017年7月8日に40人枠を外れる形で参加のトリプル A 級、シャーロットナイツへ配属された。2018年は、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。ありがとうございます。